さあこの16人の視聴者にぜひこの盛り上がりを伝えたい。さあお願いします。さあステージはスマムラ。さあゴーグルをつけたピカチュウがいオレンジ竜。さあクマジャスガジャスガジャスガが響く。さあウェキョウェキョウ。さあウェクウェク前固めていく。さあ 26% はしかし竜なら一瞬で取り返せる。クウマイ2発当てるだけでも取り返せますこれ。さあクエヌ壊し壊し昇竜。さあクウエヌからこのリターン。さあクウマイ、さあクウマイで暴れて、さあ着地にハーブキを置く。さあピカチュウ負けじと飛びの空を痛すぎ。さあクウオ、さあクウオ、さあこのクウオのカーブクウマイで切り抜ける。さあセービング、さあクウオはちょっと着地しつくないですね。PG、さあクエヌ、さあこのクエヌのカーブ非常に強い。後ろ側判定が硬い。さあおそらく肘が当たったら人様にもない。さあ肘がかする。ピカチュウ、さあクエヌかすある勝利券。確定逃さないミカルン竜。さあ 69% これは前投げ死なない。さあ4で9枚。さあしっかり上からしっかりテイクキャンセルしている途中で。さあ壊し置いている。クメジャスが下強弱弱弱。さあごまかしが強い。さあ肘高い気温で高い気温で上スマ回避に行く雨なり。さあ空港で暴れて。さあ、クマイ。さあ、なんとかパーセントもらわずに、ワーストしたいところ。さあ、クエスはダウン確認が早い。さあ、3% ビハインド、ほぼ5分ですね。さあ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。ピカチュウ。さあ、キラキラレームかましていく。さあ、波動拳。さあ、ちょっとしっかり打撃加えて、クーマン落として、上キョウ。反対に来たの確認して、上キョウ。上雷確定している。カルが高い。さあクーシャ、さあクーマイ大ジャンプ。クーマイ壁やばいですね。高い君で、さあ整備対策空母完璧。クーマイ暴れてカルク高すぎ。さあピカチュウ、さあピカチュウ、さあクーピカチュウ、さあクーで飛び込み肘ジャスがしてる完璧。さあ竜巻、さあこのクーで着地、さあ踏みつけてコミス気まずい。ガン出しですから回避ガン読み画面見すぎ。さあ1本取っていったのモリタピカチュウ。さすがにガン見すぎて怖いわ。さあこれがさすがピカチュウ使いといったところのバースト先生。勝った方のキャラ選んでからは負けた方からかぶせられます。一回勝った後にベヨネッタ出して負けた側がディディ出してもじゃあ俺別のキャラするわとかなしですね。さあキャラはこのまま森田さんベヨネッタも使うんですよ。あの勝ち拒否なし。負けた側はステージ自由。そうそう、基本先に勝った方がキャラやって。さあ選ばれたのはもちろん修復戦。本来ならば森田ピカチュウに拒否されるこのステージ。ヒロスマンそんなルールではないですね。さあ下着を転がり確認。灼熱さあジャスが壊し中は灼熱が完璧です。灼後壊し完璧で。さあ、クーマイめくっておらずなの確認して、お足を出していく。さあ、ジャスガー。さあ、ピカチュウ。クーエンが届かないの見て、しっかりクーして、下キロから、張り取っていく。さあ、クーマイの裏手。クーエンから壊し確定してる。さあ、ピッピッ。さあ、セビー完璧。さすがにこれは騙さない。さあ、視聴者24人ありがとうございます。さあ、クーマイつなぎ。前投げを選択。今日これは着地を見て。ピッピッ。上、上、完全ちょっと強いですね。さあ、クーマイの壁。ピカチュウといえばこれ。さあ、引き起こすの飛びすぎ。さあ、クーエ。クーエの尻尾は重たいですね。
さあ、弱でそのやつ。さあ、ピカチュウ。さあ、ここはなんとかパーセントを取らず、もらわず。バーストしたいところ、ピカチュウ。しかし、ウエストがなんか一つもりがないぞ、パーセント。ウエキを背びれたんで、しっかり整備してて、気まずい状況に持っていかない。リカルリュウ。空砲。判定が出ていない。さあ、空砲は痛すぎ。27% 入ったけど、1回バス当てるだけで、ピカチュウ1個目。パシパシ、勝利だから死んだし。しっかり空前からウエスマンパクで、1P 逃げていく。ハブケン。さあ、一発戦の。さあ、逃げていく、しっかり。空前、警備に対策ね。セービング弱。さあ横スマ、しっかり後スキ掴んでいく。横スマ昇竜とか言うね。あ、リバサ昇竜。さあ格ゲー、まさに駆け上がりリバサ昇竜。実質後スキ行ってくるしかないですかね。さあ上、さあリバサ昇竜。さあ上、上ですね。さあここはいっぱい崖に捕まる。さあピカチュウ側としては壊して肘が当たった瞬間にも死亡のエフェクトが見えてしまうでしょう。さあここで竜巻。さあまだ死者しか至らない。さあゴロゴロ歩いて、さあ肘、さあ空前を整備で耐えれず、昇竜拳が裏手雷に対している。さあ右からね、これ1本閉じてるところ。ジャスがピッピ逃げていく。ヘビ肘回避している。さあこの前ちょっとガード回避早かったわ。肘弱強。弱強ってなんやねん。しっかり相手を逃げる。足合わせていく。ミカルン流さあ11。さあステージは。ステージはスマムラ。さあおそらく動く台での。さあ空前空母痛すぎ 32%。 ピカチュウのワンコンボで高い。さあピカチュウリターンが薄い行動をいかに何回も通していくか。対して竜バックリターンを数回通すけど大足溜めている。さっきか整備は空前暴力拳出てしまう。さあここは逃がさない。ジャンプ残している。さあ波動拳速度調整完璧。さあジャンプ連打で逃げていく。さあ肘でさあピカチュウ消していく。ここ当たってんのデブ中ですね。さあ空前こうしたら確認している。さあピッキーガンダッシュ怖すぎ。さあピッキーさあ食えね完全破壊。さあ肘空風前固める。さあ引き起こすの一列。さあ掴んで前投げ。さあ完全さほぼ五分でしょう。ピカチュウはワンコンボ欲しいですね。ピッピさあしっかり台に逃げていく。無理ですね。さあ空動ヒットストップ高く。これ上投げしっかりここ変更してますね。おっと当たってしまう。竜巻感はしっかり上から帰ってくる。引き合わないですね。地球上ピカチュウ側何かしらスマッシュ当てればバーサイドにハンダッシュ醤油。それはちょっと対空認識先すぎ。さあしっかり当てすぎ逃さずですわ。おごきこきさんチャロンジありがとうございます。こきさんほんまにありがとう。ほんまに視聴者に支えられてますよ。ピンチは。さあ肘どうにかして肘か壊しは出たい。肘勝利回避している。さてこれは横スマ完璧。しっかり回避確認してましたね。いやあれはもう回避したくなるんです。さあリバサ勝利それは格ゲー。さあリカルンさんギルティギアもねやってるんで、さあそれで鍛えた勝利力
2分前にハンデ打ち勝っている。前さあパーセント 1% 比べてこっちは 15% 15倍のアドバンテージ。肘100枚初立て手びで耐えて下着をピカチュウどうにかしたい。下着の飛び込み手びで耐えてる。下だけ上当たるしね。あれこれ切らせ電光石火を肘で止める。これはたまらずか逃げ100枚壊し壊し昇竜拳ピッピ逃げていく。たまらず逃げる。肘昇竜拳ベクトル変更がまずかった。ゲームセット。カルビちゃん変わるからカルビちゃん入ってそうっすね。クロスマン変わる。ヨロカルビスカルチンスタッフ。これ左につけるの。まあどっちでもいい。実況変わりまして黒沢が務めさせていただきます。配信台